あのデザインしたんですけど、僕自身も大きくこういう風になるとすごく嬉しいんですけど、これを描いた子どもさんたちはもっとあの嬉しいんじゃないかなと思って、もう多分もう見た一見してもなんていうかもう派手で目立つので、あ来た来たっていう風に遠くから見ても分かるような感じでみんなが利用していただけたらと思います。こんなに自分の一生懸命描いたものが立派なものになって、それをいろんな人が活用してくれるっていう、まあ、自信だったり喜びだったりとかそういうものをかみしめて、将来的にそのデザインの仕事についてみたりとか美術に興味を持ってもらったりとか子どもたちの力になってくれたらすごくいいなっていうふうに思います。こんな大きい作品作ったことないんで、それが実際形になって、しかもなんか乗り物っていう道具になるっていうところはやっぱりすごい嬉しいですね。その人の暮らしの中にアートを届けたいっていうコンセプトで活動しているので、実際にバスが人が住んでる街の中を走って、で人を豊かにするっていう、でまたこの色が街を賑やかにしたら嬉しいなって思いますね。